グラス決勝エベインスタートします。シグナル音に注意してください。さあ、後方でちょっとクラッシュがありましたが、トップグループは綺麗なスタート。さあ、2番グリッドから川上選手がトップに立っている。さあ、トップのマシン今計測ラインを通過。さあ、1台7番のマシンコースアウト、中に入れてください。さあ、三木選手がちょっとコースアウト。さあ、トップは川崎2番川上選手となります。続いて川崎1番、6番、3番と続いていく。さあ、トップ川上選手ベストラップ9秒98をマーク。さあ、9秒台のベストラップをマークしている川崎家2番川上選手。さあ、2番手との差を2秒に広げています。さあ、かなり決勝ではいい仕上がり、川崎家2番川上選手ベストラップ9秒台での走行。さあ、2番手川崎1番宮部選手トップとの差約2秒、その後ろ 1.8 秒差で倉田選手が3番手、4番手に川崎県3番上松選手、5番手川崎県4番山本選手、6番手川崎県8番森重選手、7番手川崎県5番荒木選手となります。さあ、トップのマシンは計測ラインからストレート。さあ、レース時間2分を経過、残り6分。さあ、トップのマシンは現在三木選手のマシンの前を走っている。さあ、2番手宮部選手はトップと 2.2 秒差。3番手上松選手、4番手倉田選手、5番手山本選手。さあ、まだこの辺まではさほど差はついていない。トップから5番手までが約6秒差。トップ争い約2秒差での争いが続いています。さあ、3分を経過、残り5分。さあ、3番手上松選手のベストラップ9秒96をマークしている。さあ、トップのマシン今ストレート。さあ、2番手のマシンが今通過、約5秒差がついています。トップ争い、川上選手のマシンは今計測ラインからストレート。2番手川崎県6番、3番手川崎県4番、4番手に川崎県3番となります。さあ、2番、6番、4番、3番、5番の順。さあ、トップは川上選手。さあ、トップのマシンは計測ラインからストレート。さあ、前方にバックマーカーのマシンが何台か見えてきている。トップのマシン今ストレートです。さあ、2番手には川崎県6番今通過していく。トップ 4.3 秒差。
3番手ガーデッキ4番山本選手。山本選手のマシンはヘッドランプがついたマシン。山本選手トップと 5.7 秒差。さあ残り時間3分。さあトップ川上選手はしばらく前方クリア。さあ2番手のマシンが今通過、トップと 3.3 秒差。2番手は関係6番倉田選手。今のラップも10秒19をマーク、10秒前半での走行が続いています。さあ残り時間2分。さあ2番手倉田選手もベストラップ9秒99をマークしている。さあ上位にベストラップが10秒フラット近辺で走行していきます。さあトップ争いが 2.7 秒差。トップ川上選手は計測ラインからストレート。さあ倉田選手はトップと 2.2 秒差、3.3 秒差で川根県4番山本選手が3番手、4番手に川根県3番上松選手、5番手川根県5番荒木選手。さあ残り時間50秒となっている。さあトップと2番手との差は 2.4 秒差。さあ2番手川崎県6番倉田選手、3番手川崎県4番山本選手、4番手に川崎県3番上松選手、5番手川崎県5番荒木選手となります。さあ残り20秒。さあ4番手以降かなり接近している。4番手5番手争い 0.4 秒差、上松選手荒木選手。さあ残り時間5秒。さあここで時間となります。2番ゴール、8番ゴール、6番ゴール、3番5番ゴール、4番ゴール、7番ゴール。さあもう1台、さあ全車ゴールとなります。さあトップゴール、川崎県2番川上徹選手となります。第2位、川崎県6番倉田祐介選手。そして第3位、山本浩二選手。そして第4位、こちら川崎県3番上松選手となります。さあ3位に入りまして山本選手が代表権辞退となっておりますので、4番手ゴールの上松選手までが代表権の車検がありますので、正式発表までお待ちください。